2022年9月23日金曜日、第7回碁石海岸で囲碁祭り、誰でも囲碁大会 in 大船渡、被災11年、囲碁祭り8年、未来へをスタートいたします。皆様の紹介をさせていただきたいと思います。まず最初に主催者北里正道、北里正道はですね、碁石海岸で囲碁祭りの実行委員長の北里正道ですね、はい、そして誰でも囲碁大会実行委員長柿島光晴、市議会議長三浦隆様、大船渡市議会議員熊谷明宏様、ちょっと順番がありまして申し訳ございません。陸前高田市議会議長福田俊樹様、商工会議所会頭前谷春夫様、はい、おめでとうございます。大船渡市議会議員熊谷明宏様、大船渡市議会議員木室若尾様、大船渡市議会議員滝田松雄様、大船渡市議会議員佐藤優子様、大船渡市観光物産協会会長斉藤俊明様、株式会社三陸鉄道代表取締役社長石川義明様、はい、本日はお越しいただきましてありがとうございます。では主催者代表として北里正道より挨拶をいたします。皆さんこんにちは、北里正道でございます。昨日オンラインのテレビ番組で大和田さんとも初めてお会いした時のことをお話をしたりしているうちに僕は胸がいっぱいになりましてですね、今日も3年ぶりに
懐かしい方々にお会いができて本当に嬉しく思っております。2014年の3月に僕は初めて岩手県大船渡市に足を踏み入れました。誰一人お会いしたことのない初めての土地に行ってありました。悲しい事件がありましたけれども、2011年3月のあの大震災がなければ僕は一生ここに来ていることはなかったというふうに今でも考えています。その時に最初に初めてお会いをした金正寺さん、そして仮設住宅の相談部屋でお会いをした小和田塔子さん、それから市長にもお目にかかることができて、いろんな方と一人また一人とお会いをし話をすることができました。そして五石海岸の芋祭りという地元にとっては何の変哲もない昔からここは五石なんだよ、しかし首都圏の某たしなの人間にとっては五石という地名そのものが脅威の地名だ、ね、初めて来た時にここにも五石がある、ここにも五石があるというふうにプロ棋士がキャー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 喜んでおられたことを今でも覚えております。そして6回連続して続けまして棋聖戦を開催し、そして本因坊戦も開催し、いよいよ朝日の名人戦をやるぞというところまで決まった時にコロナに直撃をされまして、すべての計画を中断し、そして昨年も実施することができませんでした。本年東京でも大船渡でも新型コロナの感染が、夏場は非常に広まりましたけれども、しかし今年だけは何としてもやっぱり来ようというふうに思いまして、みんなでやってまいりました。ただ市長が任期のほとんどを大震災からの復興、そして持続的な振興ということで大変なご努力をされてきたという、それを目の当たりにしております私たちとしては、ここでやはり市長にお目にかかって本当にお疲れ様でした、そしてありがとうございましたということを一言申し上げたい、そしてここに集まられた市民の方々にも同じ言葉をですね申し上げさせていただきたい、そういう思いでやってまいりました。短い3日間でありますけれども、囲碁あり音楽あり私たちとしての精一杯の表現で皆さん方の絆を嬉しく思い、これからもその絆を強めていくぞという気持ちでこの実行委員会を開催したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして共催者代表誰でも囲碁大会実行委員長の柿島光晴よりご挨拶です。皆さんこんにちは。戸田市長をはじめで、大船渡市民の皆様、本当に、僕はもう3年ぶりに帰ってくることができました。ありがとうございます。そしてお集まりされた皆様本当にありがとうございます。誰でも囲碁大会というのはですね、どんな障害も超えて、もう目が見えても見えなくても、目が耳が聞こえても聞こえなくても、また脳や体に障害があってもなくても、本当に誰でもですね、囲碁を楽しむっていうことができる、そのことを証明したいと思って作り上げた大会でございます。この大船渡ではですね、2017年から19年まで全国盲学校囲碁大会というものを開催させていただきました。その中では盲学校の生徒を中心にした囲碁大会だったんですけれども、もうそれが今や誰でも囲碁大会という素晴らしいものに成長させて、それからこの大船渡に帰ってくることができたことを本当に心から嬉しく思います。簡単ではありますけれども、この3日間本当にこの囲碁を通じて、またそれ以外の五感を通じてこの大船渡を楽しませていただきますので、よろしくお願いいたします。
挨拶の言葉と返させていただきます。ありがとうございます。続きまして、ご来賓代表のご挨拶といたしまして、大船渡市長の戸田公明様にご挨拶をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。ただいまご紹介いただきました大船渡市長の戸田でございます。第7回五一海岸で囲碁祭りの開催にあたりまして、一言お祝いの挨拶を申し上げたいと存じます。本日は県内外から多くの囲碁ファンの皆様がご参加いただきまして、当市におきまして3年ぶりに、そして市政施行70周年という節目の年に囲碁の祭典が開催されました。お祝いを申し上げますとともに、大船渡市民を代表いたしまして、皆様を心からご歓迎申し上げます。さて、この三陸復興国立公園を代表する景勝地でございます当市の五石海岸は、岬の南側には黒の石が、北側の浜には白赤の石がありまして、その石を伊達港に献上したところ、その場で碁を打つことができたことから、その名がついたと言われております。今年で第7回目となります五石海岸で囲碁祭りは、この五石にちなみ、囲碁のまちづくりによる大船渡市の復興と地域の振興を目指しまして、五石海岸で囲碁祭り実行委員会様の主催によりまして、平成26年から開催いただいているところでございます。本祭りの開催にあたりまして、ご尽力されました谷実行委員長様をはじめとする関係者の皆様のご尽力に深く御礼を申し上げます。全国的な新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響によりまして、一昨年と祭りの中止を余儀なくされたところでございますが、感染拡大前であります平成30年2月には、このリアスホールを会場といたしまして、囲碁界の最高位を争う第42期棋聖戦7番勝負の第4局が開催され、翌年の令和元年5月には防災観光交流センターを会場といたしまして、囲碁界では最も伝統と歴史があるタイトル戦とされております第74期本因坊決定戦7番勝負の第1局が開催されたところでございます。これもひとえに実行委員会の皆様並びに関係各位のご尽力によりまして実現しましたこと、重ねて深く感謝申し上げます。今回の祭りでは、野豚茂人7段による囲碁見えも誰でも参加できる囲碁大会特別記念フォーラム、シンガーソングライター大石彩子さんによる歌のご披露、記念コンサートなど盛りだくさんの催し物が予定されていると伺っております。来場者の皆様には、囲碁祭りの醍醐味を存分に味わっていただきたいと存じます。結びに、第7回大石海岸で囲碁祭りのご盛会と ご参加いただきました皆様のご健闘と、囲碁棋士の方々のますますのご活躍、ご来場の皆様方の一層のご健勝を心からご記念申し上げまして、お祝いの挨拶に変えさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。戸田公明大船渡市長、ありがとうございました。続きまして、歓迎の言葉、日本棋院大船渡支部長金正治、よろしくお願いいたします。はい、はい、皆さんこんにちは。こんにちは。大船渡市の囲
日本ファンの一人として、歓迎の言葉を申し上げます。この間そうですね、この間って言ってもずっと前に北野さんから電話がありました。今度9月23日からこんなことをするよと、金さん、お船渡にまた行きますよと電話があった。しばらく見て目が覚めたような気がした。この2年間コロナウイルスの邪魔によりまして何もしませんでしたから、この3年ぶりに目が覚めたような気がします。少し前のことを申し上げますと、震災も翌年だったんですかね、北谷さんたちが来たんです。北谷さんとか藤田さんとか石成さんとかいろいろ来た人が来たんですが、こういうことで大船渡市を芋の町にした。これ本物かな、この話やなと地元の人ですね、大変失礼でありましたが少し疑念の気持ちを持ったことも事実でありますが、その翌年からずっと大きなイベントが5年も6年も続いたんです。東京からたくさんの人が来ました。プロの先生方もたくさん来ました。台湾からも来ました。韓国からも来ました。そして大船渡を芋の町ということで全国に発信をいたしました。そして私たちそのイベントを楽しみに待つようになりました。嬉しかったんです。面白かったんです。挑戦手合、タイトル戦の挑戦手合のタイトルも行いました。この一連の行事は何のことはない。震災で戸田市長さんは歯を食いしばって復興のために頑張っている。市民も市長さんに引っ張られて頑張っている。そのさなかにこういうようなイベントをやったということは、私たちをいっぱい元気づけてくれた、勇気づけてくれた。このイベントが、北野さんたちのイベントが毎年毎年いっぱい勇気づけられた。そしていっぱい元気玉を持ってきて私たちに与えてくれたんです。本当にありがとうなんです。いっぱいありがとうなんです。少しばかりのありがとうじゃないんです。山のように大きいありがとうと言いたいんです。東京の人は本当にありがとうです。今回も3年ぶりにこうして、また来てくださった、ありがとうです。一言でありがとう、歓迎だということよりもいっぱいのありがとうです。ありがとうです。明日、明後日までまた大船渡におられて、おられるということですが、どうぞ一つその大船渡を見ていただいて、大船渡に行ってよかったなというような気持ちになることを心から記念いたします。本当に今回また来ていただいて本当にありがとうございました。心から歓迎を申し上げます。いい旅行でありますよ、心からお祈りいたします。終わります。金さん、素敵な挨拶ありがとうございました。それではこれをもちまして開会式を終了いたしたいと思います。続きまして被災11年囲碁祭り8年未来への特別記念フォーラムを行いますので、ご登壇いただいている皆様は一度コーナーいただいてもよろしいでしょうか。申し訳ございません。よろしくお願いいたします。